伝統に触れることは過去の人たちとの思いに触れるのと一緒。どんなことがあっても残していけたらなっていうのが一番の思いかなって。沖縄草さ、先人の思いを受け止めて内容を作っていくのもとても大事です。神手売りういがへい、将来は野球選手になりたい。でもプロになれなかったら踊りを教える。沖縄は神の島。ここに生まれたからこそ思いを大切に。